鈴木知事は札幌市厚別区にある道の集団接種会場で4回目のワクチンを接種しました。こののの会場ででは、来月17日日日まま土曜日と祝日にオミククロンン株対応のワクチン接種を行っています。 電話またはホームページでの事前予約が必要ですが、すでに今月分は埋まっています。一方、函館では生後6ヶ月から4歳以下の乳幼児への接種が始まりました。医療機関での個別接種のみでファイザー製のワクチンを3回接種します。やんば、おっと、おっと見て上の子たちは打ってるのになんで。 打てないんだろうなっていうのはあったんで打てて良かったです行事とか我慢とか結構あったのでそれがなければいいのかなと